5月19日木曜日、阪急電車宝塚線、蛍ヶ池駅に向かっています。今日これから行く蛍ヶ池公園ですが、公園内から阪急電車と大阪モノレール2つの路線が見られる公園になっています。遊具も充実してるし、すごく楽しみです。公園は駅から北方向に徒歩3分、阪急電車と大阪モノレールの線路沿いにあります。駅の近くですが、落ち着いた住宅地の公園です。公園のすぐ南に中学校が隣接しています。大阪府豊中市蛍ヶ池公園です。この公園入り口の車止めがなぜか黒い魚なんですよね。なんで魚？大きな切り株を模した複合遊具。ちょっと登ってみようかな。砂場です。コアラのロッキング遊具。
こちらはパンダさん。もう一つ複合遊具があった。ここが面白い。太いロープの一本道です。両側のチェーンを持ちながら渡れば大丈夫です。ブランコです。右側は枠だけなんやけど、なんてやろ。腹筋ベンチです。これも健康遊具。背伸ばしベンチ。公園の樹木の中では、ケヤキが目立っていました。いかにもケヤキっぽい樹形。阪急は本数多いので、しょっちゅう通ります。モノレールも上り下りが5分間隔ぐらいで走っています。鉄道好きにとってはほんま天国みたいな公園。パーゴラ。水道です。今日は暑いからめっちゃ喉乾いた。